どうもこんにちは、今日はさつまいもに定食するときに気をつけるたった一つのポイントということで動画を流していきます。ジュニオチャンネルです。よろしくお願いします。まあこの時期5月にさつまいもを植えて、11月に収穫しようっていう、まあそういう動画ですね。棒を使うと便利です。悪滞留剤を農薬として使ってます。ここがポイントではないですよ。で、今日のポイントはここです。植え方の角度ですね。地面に対して水平に植えると、いっぱいさつまいもがなります。しかし、小ぶりになります。逆に縦に立つと、大きいさつまいもはなりますが、数はなりません。まあ、間を取って週間ぐらいですよね。まあ、角度はこんな感じで、まあ、45度ぐらいですかね。それぐらいの角度で刺していきます。その刺した穴に対して、さつまいもを植えていきます。で、中は空洞になっているので、まあ、軽くほじる感じで、土埋めて、隙間をなくしてあげるといいです。これで完璧です。順番にこっちを植えていきます。では皆さん、さよなら、バイバイ、また明日。